どうも、コンビニで店長いる時だけちゃんと接客してくるバイトっているよね。で、おなじみ、レオザゲームでーす。さあ始まりました。レオザゲームによるFIFAキャリアモード実況、レスターシティラニエリ監督の公認を引き継いで、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FA カップ3冠目指すといった、そういった動画になっております。今日もコメントいただいておりまして、こちら、ココさん、設定でハンドをオンにしてみればどうですか？テルヤライトさん、今のハンドしようって場面多いですというわけで、ですよねってことで、今ね、これね、見ている通り、オンにしました。はい。俺の方が面白いのか？どうなんだ？ゲーム止まりやすくなったら変えちゃいますからね。というわけで、続いていきましょう。こちら、高月優さんでいいのかな。マレーズ一番総合値高いのに一番活躍してない気がします。トップ下やセカンドトップするのはどうでしょうか、というわけで、それもね、やるにはやったんですけれど、前に。あんまりね、活躍しなかったんで、なんでね、次どうしようか。ちょっとね、今、迷ってます。エンボロも怪我したんで、ちょっと使う機会多いと思いますんで、ちょっと期待しててください。さあ、次の試合どうかっていうところで、バルサ戦ですよね。エンボロここでトップで使うつもりだったからな。バーディーどのぐらい持つのか。さあ、8週間ね、エンボロいない間な。エンボロいない時に、このトップに入ってくる選手、誰にしようかね。あ、でもデパイか、普通に考えたら。さあ、バルサ戦。今度ホームですからね。この間、アウェイでバルサに勝ったわけですから。いや、ホームのね、大歓声、キングパワーの大歓声をね、感じながらやるわけで。さあ、うわー、どれも被りそう。これかな。でもちょっと似てるな。いいや、クラシコみたいな感じでいこう。お迎えするんでね、かなり下の立場からさあ、バーディートップの、ここがな、メンディがちょっと弱かったんだよね、この間。弱くはなかったか。ケータ・サンチェス、今日はですね、ボランチレナート・サンチェスのトップ下スナイデル使って、ムサこの間休ませたから、で、トップ下でボランチにファビーニョ入れて、この感じだと、ドリンクウォーターも良かったけど、弟子入りを入れようかなっていう風に思いますね。で、あー、そうかそうか、こないだはリーデバルトが真ん中で左で頑張って、あー、そうか、ダイクス休ませた意味なかったな。そう考えると、やっぱチェルシー戦ケータいないときついしな。チェルシー戦いなきゃいけないやつはできるだけ休ませたいね。そう考えるとシスト絶好調だから使うか。でもデパイエースだしな。バルサ戦デパイいないのもね。はい、今日はバーディートップの、トップ下スナイデル、ムサ、マレズ、サンチェス、ワビニョ、ダブルボランチに、こんな感じで行きたいと思います。さあ、キングパワースタジアムでバルセロナを迎えてのチャンピオンズリーグ。さあ、今日勝てばね、突破決まりますから。スイラーも気合入るよ。お、スアレス、メッシ。さあ、中盤やっぱりね、ちょっとかなりフィジカルな中盤のブスケツ、マスチャーノ、マルティネスで、ハビマルで来てるから、ここの中盤に対してね、高さだとやられちゃうから、とりあえず両サイドバックの裏を狙いつつ、前からプレスはめていくみたいな、こんな感じでいきたいと思います。うお、いいパス、いい縦パス出すな。もうちょっとライン上げた方が良かったんじゃないか、さっきの。さあ、ここで、さあ、 OK。 バルサ戦はね、もう負けたくなすぎて超集中力高まるな。1点目取られたらやばいと思うんだよね。いかに先制点を奪うかみたいな。お、スナイデルが裏走ってくよ。さあ、使いますか。さあ、ファーニクロス、おー、いいですね。なんかスナイデルが絶好調って感じ。おし、メッシが不調ですね。簡単な捉え方して、オッケー。さあ、こっから、お、キープしきれなかったな。さあ、追いすぎずにちゃんとはめてく守備を。そう。そうするとね、蹴るしかなくなるから。ただ蹴ると相手の方がヘディングとか強い可能性あるっていうのが出てくるんだけど。そうか、この間、対人マシーンレモスがいたからな。今日はいないから。気をつけてから。うわい、ファールラインか。さあ、ネイマールに対して飛び込まずに。さあ、ジョルディ・アルバ。マティウ使ってこいよ。バーディー守備して、お、中盤のスペースが空いてる。これはまずいぞ。ただマスチェラーノだからちょっと安心みたいな。
お、スナイデルか。スナイデルが守備して。逆サイ。さあ、逆サイからの、レナッチャンには、出た！あー！すごい足の長さ。あー！惜しい。奪えるかと思ったら、駆け引きで。いらない駆け引きしちゃった。オッケー！バーディー奪った！さあ、ただまだあるよ。あー！引っ掛けてくれたら最高だったんだけど。あははは。惜しい。さあ、バーディーどうしてく？クロスってタイプじゃないんだけど、入れちゃうか。ドン！おー、惜しい。いいね。いや、入れちゃっていいんだ、ああいうの。メッシからボール奪えたらでかいけど、ピケがいい感じに出してきたな、パス。さあ、コースはないぞ。よし、戻した。さあ、ここでちゃんとマーカーを確認しちゃって。そうだよ、縦を入れてくるからな、バルサは。ここ負けたくない。おぉ、一瞬の切り返し、うまっ！あぶねー、セーラーに助けられた。さあ、スナイデルで。オッケー、出たんじゃないこれ。あー、うまいな。マノラスか。早いもんな。OK。ネイマールに。サイドバックに。あー、やばいやばいやばい。お、そっちか。逆ついてくるな。うおー、やられたか。マスチャーノだからな、そっちは。オッケー。うおー、よく戻ったけど、ムサ。戻ったけど。うわー、やられたー、完全にやられた。うわー、球際負けたー。おー、リスペクトしすぎた。オッケー。そう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 、ちゃんとね、バルサ相手でもリスペクトしすぎない、それが大事。やばいんじゃない。おー、危ねー。あー、惜しい。固唾を飲んじゃった。さあ、マレズから。あー、縦に突破して出したかったけど、無理だったけど、さあ、いけ。入んないか、それ。悔しすぎるな。オッケー、ファビーニョ。うまく奪いましたね。奪った後のポジショニングが悪いな。さあ、連続性のある攻撃を見せてくれ。逆サイドな。ファールか。デパイねえからな。マレズで、あのフリーキックを。昨日のフリーキックを。あ、そうか、スナイデルがいるのか。じゃあ、スナイデルでいい。さあ、2ゲージぐらいかな。ちょっと強かったか？うわー、全然ダメだ。第2の状況。さあ、オッケー。あー、カバーリングの速さよ。負けたくねー、いくらバルサといえども。あー、惜しい。10分経ったらスナイデル変えよう。さあ、縦につけて。いいよ、テンポいいよ。さあ、抜けた。ああ、ついてきた、セルジロベルト。うわ、セルジロベルトがなんか対人強い。さっきから。オッケー、ムサの頑張りな、さっきな。俺が生かしてあげりゃな。さあ、メッシの方を切りつつ、ムサが寄せてく。縦に出させたくない、バーディー。さあ、誰に出してく、誰に出してく。さあ、ロングボールだ。これ勝ちたいね。勝てなかったけど拾ったよ。さあ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 、オッケー。奥だ。ああ、奥すぎた。ああ、奥すぎたけども、こっち行くよ。あーっと。さあ、レスターがバルサ相手に攻めまくっています。もうかわせねえ。またセルジロベルトだ。58分変えましょう。マレズも疲れてるな。2枚替えか。はい、デパイトップした、シスト右。メッシ抑えろ。おっしゃ、メッシがやりにくそうにしてるぞ。あ、前向かしちゃった、前向かしちゃった。
オッケー、すごく集中したよ。エジル入ってきた。この状況でさらに点を取りに来るバルサ、決めに来たんだな。おお、なんか変なになった。やばいかこれ、あぶねえ。スーパーゴール来るかと思ったわ。さあこっから、あちょっとプレッシャーが強えな。オッケー、そのプレッシャーの強さを逆に利用し、デパイから大外、オッケー、あとは高精度シュート、決まったー、やったー、采配バッチリ。シーストファイカーしてんな。さあこっから逆転するぜ。おオッケー、ダイクス対人弱いようなイメージを腐食するような、ここでおっと距離がな、近すぎたね。うわうまバルサ、オッケー、なんとかね。ちょっとあのちょっとの寄せが大事だった。さあ外から裏に行ってほしい。おっあパスの角度が悪かったな。よし、あと1枚切ろう。交代カード、ファビーニョに変えてドリンクウォーター投入です。止まるな止まるな、そこで狙いにじゃねえんだぞ。サボってマーカー外すみたいな、もう絶対 LGM レスターでは許さないよ。モーリーには許しても。さあバーディー、あーバーディー、これスピード勝てねえな。おっPK もらった、ついにもらった。さあバーディー、トラウマを払拭する、まるで映画のような展開です。バーディーらしく、男らしく右隅に決めるぜ。ドラー、やったー逆転ゴール。いやーこの泥がかっこいいわ、泥がかっこいい。決めました。さあただ相手はバルセロナ、油断はできません。しっかり守備していかない、ちょっと内側すぎんじゃないポジション、さっきからムサ。OK、 それはいいよ、ここまではいいよ。さあこっからちゃんとね中に OK、プレスがある状態で中にやって、さあカウンター食らせようぜ。早い早い、出んのがシスト、オッケー、そうそうそう、うわーシスト、とどめの一発だったんだけどな。さあバーディーが、ああそのこの角度入んないか、オッケー、最後の最後にレスターペースになってます。そうこの姿勢が大事ね。おや、あ2個はくれねえか、今の方が PK っぽかったけど、すごいなレスターの勢いが。あオフサイっぽいすごい顔になったよ、何しとんねんみたいな何しとんねんみたいな顔になってる。うわ縦入るんだこれ、ただ分かってたよそっちは。ただそれがおーオッケー、セルジロベルト見せてくれた、あー出ちゃったよー、おお心臓悪い心臓に悪す。さあどうするどうする、もうハイプレスで来てるからな、ボッコン蹴るよ。さあ、オッケー、ああいいいいキープしたよ。縦につけて、そっちかい、そっちかい。ちょっとこれファールでも止めて、ここは。で、オッケー、ファールなんないっていうね、奇跡が起きたけど。勝ったー！バルサ2連
しょ。奇跡が起きたぜ。いやーでも途中から投入された選手たちもね、頑張ってくれて、これでチャンピオンズリーグ突破決めました。おめでとうございます。はい、というわけで1位で、チャンピオンズリーグ突破決めました。そしてなんとバルセロナがレスターシティのせいで、僕のせいで突破の危機というですね、非常に嬉しい状況になっていますけど、これもしかしてあれですか？次、僕スポルティング戦残ってます？次スポルティング戦残ってますね。僕が手抜いたらバルサは突破できないという、そういった状況になってしまうんですけれども、その辺どうするか、めっちゃターンオーバーはすると思いますけれども、それでもね、うん、バルサに申し訳ないんで本気で戦っていきたいと思います。そんな感じで、レオザゲームでした。次チェルシー戦お楽しみに。ババ、ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ